脇道結界、デイライト&ムーンライト。ファーストデイ、15時、白霊神社。よっと、また来たわね。困ったわ。一体何に困ってるのよ。確か前回はあの幽霊と亡霊を倒して終わってたわよね。そうそう。ゆかりってどこに住んでるのかわからないわ。あ、ゆかりを探しに来たのか。あの結界か。さあ、それはさすがに私も知らないけど。そうだと思ったわ。な、失礼ね。呼ばれて飛び出てなんか声が。うわ、何よ一体。お、霊夢が消えて代わりに、なんか出てきたわ。私のナイフは飛ぶ鳥も落とすわよ。いやん、落とされる。こいつ、それにしても言った通りになったでしょ。あなたは自分から私に会いに来るって。確かヨーヨーも最後にそんなこと言ってたわね。出てきたのはそっちからだけどね。まあ、ちょうどいい時に来てくれたわ。まるで君に立ててたみたいに。ちょうどなタイミングだったよね。絶対立ててたわよ。立ててたもん。ほら、あっ趣味のやつ。いつでもどこでも聞かれてるのかな。そんなことないわ。で、もうそろそろでしょ。夢の大宴会。幻想の教会、ヤクモ、ゆかり。今回の異変は、めでたくあなたが本命になったのよ。ついさっき。異変、何のことか知らねえ。あれは完全にとぼけてるわ。悪いこと企んでるでしょ、あなたは。年がら年中。ふりは寝てるわよ、私。寝てても考えてるんでしょ。ひどいわね。私はちゃんとお酒を持ってきたわよ。ただで宴会に参加しようなんて思っていないわよ。悪いこと企んでる奴は嘘をつく。ほら。幻の大吟醸。大吟醸って、酒のことでしょ。へぇ、一回飲んでみたいものね。なんてったって、幻すぎて一升瓶が宙に浮くのよ。へぇ、すっぽい。ちょっと騙されてるんじゃないわよ。誰も飲み物のことなんか聞いてないわよ。私がただ酒を飲みに来たと思ったんじゃないの。違うわよ。ああ、それじゃあ、あなたの言う異変って、何？ふふ、何よ。悪いこと企んでいる奴に質問するのはやめたの。嘘つくに決まってるわ。この嘘つき者ね。お、すごい決めつけだ。嘘じゃないわよ。ほら、宙に浮くでしょ。幻の大吟醸。どうせ浮かせてるんでしょ。というか、あなたは呼んでないのに宴会に来たわね。そうなの。私は知らないわ。あら、それが異変。私は動く異変かしら。動く異変？それいいわね。何言ってるのお姉様。さあ、悪いことと嘘はやめることね。どの悪いことと嘘かしら。あれかな、いろいろありすぎて。あ、どうやら始まるみたいね。嘘つきには罰を。それじゃあ役もゆかり展開し。ゆらゆらと。なんか出てきたわ。先手はゆかり、だけどすぐに昨夜が返す。なんか倒れたら隙間に入って、上から出てきた。隙間妖怪、だもんね。今は遠距離で戦ってるね、どっちとも。ふ、当たってない。そんなに下がってたんじゃ楽しめないわよ。ゆかりが近づいて昨夜に一発。だったら近づいてやるわよ。昨夜が攻撃するけど、ここはしっかりガード。いや、一発当たったわよ。痛いわねー。このまま攻める。バウンスノーバウンス。反射するナイフが相手に当たる。この攻撃結構早い。結構当たってるわ。ナイフが飛んでくるわ。しっかりガードされてるね。ナイフだけじゃないわよ。そのままチェッカー。もう少しで体力削れそうね。ふふ、まだまだ。そうやって笑ってられるのも今のうちよ。ピリピリしてるわねー。また距離が空いてきたわ。そこよ。あ、ナイフが当たった。これで捨てるカードね。くのいち、四重結界。何が、来る。四重だって。なんか繋がった瞬間弾幕が飛んできてるわね。ブレイズできるみたい。もしかして終わるまでずっとこの状態なのかな。いや、違うみたいよ。次が来る前に倒しきる。それは無理な話ねー。うわ、またすぐに発動したよ。まあでもしっかり見てよければ、避けられないことはないです。ダメージもナイフで少しずつ与えてるわね。あ、しまった。ブレイズ間に合わなくてダメージもらっちゃったね。そしてゆかりはまたすぐに四重結界ね。あと一発で終わりそう。投げられなかったか。残念ねー。うるさい、これで終わりよ。あらら、ひどいことしてくれるわねー。ちゃっかり捨てるカードも取得したね。ふのに、役もまんじかさ。何よあれ、ものすごい回ってるわね。ナイフは服みたいね。傘の回転をナイフで止めた。くるくる回ってるだけじゃない。あんまり甘く見ない方がいいわ。な、これは、ものすごい回転が昨夜を襲う。ここで昨夜が捨てるカード宣言。さあどうなるかしらね。さっきはナイフで止まったのに。それじゃあいっちゃうわよ。外れた。カードもしっかりしたね。取りてきたところを狩る。これはかなりいいダメージが入ったね。ほらほら、回る回る。連続で、ギリギリでかわしたわね。さらに攻撃を当ててここを突破。見せてあげるわ。体力削ったとこから。くのさん、役もらん。はいはい。急に何よ。ものすごい勢いで爪が飛んできたわね。昨夜いきなりスペルブレイク。これで肉に変わったわね。あの爪は、厄介。あ、でもブレイクでなんとかなるみたいね。上からは黒い弾幕が。この剣、まさか後ろから。昨夜とっさに後ろに飛んだ。ほう、よく気づいたな今の。さ、タイミングがまだ合わない。いいわよラン。そのまま倒しちゃいなさい。まったく、勝手なんだから。昨夜の攻撃当たってるけど、相手の攻撃にも当たってるわね。ふっ、するこの方が、それとこの鬱陶しい爪。鬱陶しい爪って、傷つくな。今すぐ攻撃やめるなら、すがすがしい爪に変更するわ。それは無理な相談だね。ランは私の指揮なのよ。残念ね。じゃああなたを倒すからいいわよ。昨夜のナイフでゆかりがダウン、飛ばさせない？ラン、後ろからか。
キリゲリグレイズ。お墓を建ててあげましょう。今そんなものいらないわ。おっと、目の前で止まってしまった。そこの敷居、何やってるのよ。申し訳ありません、ゆかり様。このままここで倒す。もう相手の体力ほとんどないよ。む、タイミング間違った。これを食らって昨夜ダウン。あと少しなのに。少しが削りきれない?ははは。上に飛んだタイミングで、今度は後ろからか。ただその後のゆかりの攻撃には当たっちゃったわね。まだまだ。調子に乗るんじゃないわよ。昨夜が蹴ってここを取った。結構長く受けてたわね。次行くわよ。体力無限の超高速飛行隊。ほぼ同時にスペルカード宣言。時は遅れ始めた。スローねー。一気に攻める。ここ、ここ、さらにここ。時が戻っても昨夜の猛攻は止まらない。かなり激しい攻撃ね。来たか。ジャンプして避けたね。ラフ、鬱陶しい攻撃ね。どうかしら、この攻撃。最悪ね、私の世界。時は停止した。動き始めるまで、3、2、1、時は動き始めた。いたたた、痛いわねー。あ、しま。おっと当たってしまった。ものすごいダメージね。全弾2本に。2回当たっただけで体力半分以下になっちゃった。体力の有利が一気になくなっちゃったわね。下に来られるとまともに攻撃できない。どうやらこの攻撃はグレイズできないみたいね。あらあら、どうしたのかしら。ふ、あいつ、時間を止まれ。これで型をつける。ここら辺にナイフばらまいておいてと。さあ、時は動き始めた。あれ、なんで上に。見えなかったかしら。止まる前に撃ってたのよ。昨夜異様にはめられてるわね。残機1個減ったのにまた肉になってるよ。はぁ、あ、はぁ、あ、なんとか削り切れた。このまま倒せると思ったのに。転送第一種 A 級か。これはかなりピンチね。これでまたやられたら残り1機になっちゃうね。この弾幕、昨夜が上まで吹っ飛ばされたわね。かなり連続してヒットしたみたい。ここだ、なんとか攻撃を当てる昨夜。だけど周りの弾幕に当たっちゃうね。この弾幕、邪魔すぎる。邪魔じゃないわよ。急に現れてきてるわね。昨夜もなんとかグレイズで避けてるけど、全部は避けられてないわ。このままじゃまずい、周りの弾幕にやられる。攻撃しても、近くにある弾幕に当たってダメージが入る昨夜。私の世界。これでなんとか止まったけど、どうしようかしら。とか考え事してたらナイフの方向が。気のせいかなお姉様、今ナイフ後ろに飛んでいかなかった。何本か飛んでいくと、すべて止まる。はぁ、あ、全くなんでこんなことに。終わり終わりこれで終わりよ、だわね。あ、また後ろに飛んでった。しぶといわね。それはこっちのセリフねぇ。ねぇねぇ、もうどっちとも体力残り少ないよ。そうね、時は止まる。さっきから失敗してばかりだから、今度こそはしっかりしないとね。よし、これで完璧。おっと、止まってたみたいだけどダメージを受けたのは昨夜。終わりよ。最後はなんか強引に持っていった。なんか最後ら辺はよくわかんなかったね。あららー。さあ、今度は嘘はつかせないわ。あなたはこんな容器で幻想郷を包んだりして、一体何を企んでたの?容器、なんだかわからないけど、違うわよ。そんな変なこと企んでないわ。ほら、こうしてる間にもどんどん容器が強くなってる。確かに強くなってるわ。気、あーこれね。気がついてなかったの。気がついているから、こう問い詰めているんだけど。そうじゃなくて。一体ゆかりは何が言いたいのかしらね。気がついてるの、意味が違うんじゃない。ほら、この世で最も細かな百鬼夜行、まあ連れて行ってあげるわよ。残念だけど、昨夜の時間はここで終わり。次は私の時間よ。そうなの、それじゃあまた来るわ。あ、消えた。お嬢様、聞いてませんよ。聞いてない、言ってないもの。そうですか、お嬢様、今からお戯れになるのでしょう。その通りよ。私がお相手になりましょう。昨夜が、へえ、面白そうじゃない。うわ、なんか急に始まった。全力で行くのでお覚悟お嬢様。あ、誰に物言ってるのよ。昨夜が結構怒ってるね。ほらほら、どうした気なさいよ。言われなくてもうまい気ますわ。まあ、っても返り討ちにするけど。お、お姉様が攻めてるね。ふ、ガードしきれない。その程度かしら。これは完全にお姉様優勢か。ここ、バウンスノーバウンス。上からナイフが。お姉様の攻撃をガードして昨夜反撃。バニシングエブリシング。ち、ラッカ。さらに昨夜のナイフが当たってお姉様ダウン。バニシングエブリシング。後ろか。ここは早い反応。クロースアップマジック。低音朗読メイドル。ち、ここで攻める。クロースアップマジック。いいダメージがお姉様に入る。ふ、このメイド。体力は若干昨夜有利、でもほとんど同じくらいか。行きますわ。無駄、無駄、無駄。量が多い。さらにここで昨夜スペルカード宣言。時を止めさせると厄介ね。まあ止めさせなければ問題ないわ。しま、時進んでないでいとスクエア。時は動き始める。だ、もう一回、な。あ、危なかった。グレイズでなんとかなったわ。何回もいろいろなことが起きてた気がする。ここでお姉様もスペルカード宣言ね。その隙を攻める。このメイド容赦ないわね。時進んでないでいとスクエア。倒れてる状態じゃ意味ないか。今止まってたのかしら。必殺、ハートブレイク。さっきから調子に乗ってるわね、昨夜。これは少しお仕置きが必要だと思わない?これは、お姉様3回連続ハートブレイク。まだよ。あ、危なかった。昨夜はなんとか後ろに。降りてきた時が昨夜の最後よ。これはなんとかしないと、横中と逃げ回ってるんじゃないわよ。なんとか回避してたけどここで捕まる。まだまだ遊び足りないわ。もうそろそろ戯れが終わりそうね。低
マン朗読レイドル。ここはガードしてる咲夜。まずい、隙だらけなのよ。咲夜の体力半分割ってるね。バウンスもバウンス。ただしここは相打ち。よっと、弾幕よ。ただここは咲夜のナイフ。さらにスペルカード宣言だ。ここよ。そこに合わせたお姉様の弾幕。まだ負けるわけにはいきませんわ。静かいわ。止めさせないわよ。時は遅くなる。しまったー。この間にできるだけお嬢様にダメージを。甘いのよ。お姉様逃げるスピードは速いね。うるさいわ。今のでダメージをあまり与えられなかったか。逆にお姉様の反撃。ここでメイド。カル、受けきれない。昨夜の体力が一気になくなっていく。天才そうね昨夜。ひ、まだまだやれますわお嬢様。ここでお姉様スペルカード宣言。あの体勢は、まずい。私の世界。あの角度だから、上、時は動き始める。どこに投げてるのよ。予測が外れたわ。ここはジャンプで避ける昨夜。もう一発、ダダー。あ、弾けた。そう、ならこれで終わりよ。ハートブレイク。負けましたわ。最後はハートブレイクで昨夜ダウン。本気の10分の1ね。今のは、じゃあ私帰るわ。じゃあね。バイバイ。はぁ、勝手なんですから。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価、コメント気軽によろしくお願いします。それではまた次のステージで。